漢字の間違い探しの頑張ろう、頑張ろう。大量の同じ漢字が書かれた画像の中に一つだけ違う漢字が混ざっています。わ、正解。おー、ひらがなを並び替えて一つの単語を作っていただきます。はい、正解。カエルちゃんやば。正解。よし、じゃないのがあります。言い方変ですけど合ってます。さあ始まりました、放課後チャレンジ。本日の部員のコットン西村です。キャンです。やばいね。スカちゃんのヨジマリです。エンターテイメントワンチュンチョンチュン、ムーゼ。中学1年セイリです。脳トレの大ファンで今日は勝負メガネできました。趣味はお風呂で勉強することです。よろしくお願いします。はい、お願いします。高校2年のカエルです。趣味はお散歩をすることで、一番長くて6時間ずっと1日お散歩してたことがあります。テール君とカエルちゃんは非常に有益な情報をありがとうございます。いや有益な情報をお伝えしましたよ。我々もそうです。我々さん何言いましたっけ。やばいね。それなんやおい。誰も知らんギャグ。一押しのギャグですよ。一押しのギャグ、はい、そして矢島里さんはなんかゴニョゴニョ言ってました、ね、はい、ワンチュメンションシューって言いましたよ。何ですかそれ。はい、それ何、ワンチュメン流行ってない。あ、ちょっと聞いたことない。なるほど。今回の企画なんですけれども、大好評企画、放課後チャレンジ的能力トレーニング。よいしょ、来た来た。脳トレというやつでございますけれども、脳をトレーニングすることによって記憶力だったり創造性、あるいは学習能力などが向上し、脳の老化も抑えるというふうに言われております。そしてですね、チームに分かれておりまして、キョンとセイル君チーム、そして対するはヤジマリーさん、カエレちゃんチームに分かれて対決してもらいますと。よっしゃ。まずは漢字の間違い探しです。頑張ろう。大量の同じ漢字が書かれた画像の中に一つだけ違う漢字が混ざっています。その漢字がどこにあるかを答えてください。それでは第1問。さあ分かった方から。あ、さあ京さん、探して京さん、3、愛の2、愛の9番。愛の9。正解。うわー、ナイス。いや、セイル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 君が答えたわけじゃない。俺とセイル君のやっぱポイントだからこれは、はい、よし。うわ、第2問はこちら。あ、さあ、わ、すごい。セイル君 H の1。うわ、正解。うわー、やべー。さあ、2ポイントね、うわどうぞ。マイナス1します。いや、今のぶっちゃけきっかけはこっちでした。言いたくないですけど、言いたくないですけど、こちらはまあ、他は石という感じで H の1だけが右でした。ちょっと頑張ってください、カエルちゃんと矢島里さん。はい、やっとルールが分かったんで。嘘でしょ。やっとやっとルールが分かった。分かりました、分かりました。第3問はこちら。さあ、分かった人から文字数も増えた。え、さあ、カエルちゃん行きましょう。 A の4。正解。カエルちゃん、いいね。さあ、負けじと1ポイント取り返しました。よしよしよし。苗という漢字の中に竹冠の笛が入っています。入ってるわ、ね、カエルちゃん、お見事、正解でございます。いや、これすごい。さあ、続いてはイラストの間違い探しです。先ほどの漢字と同様に大量の同じイラストの中に一つだけ違うイラストがありますので、その場所を答えてください。それでは第1問。さあ、矢島さん、 A の10。 A の10、プシュ、正解。うわー、ほんとだ、やば。さあ、ちょっとね、緊張感も生まれてきましたね、なんか、ね、放課後チャレンジはやっぱ緊張感メインなんで、やっぱり ね。さあ、それでは参りましょう。第2問は、頑張れ、こちら、はい、さあ、これもう一度、はい、さあ、勢力いこう。愛の7。愛の7、お見事。すげえ。愛の7だけはちっちゃい葉っぱがなかったということで、セイル君お見事でございます。いやー、素晴らしい。第3問はこちら。
早い。さあ、カエルちゃん行こう。 G の2？ うん、違うんですね。さあ、よく見て。さあ、矢島さん。 A の5。 A の5。違う。え？さあ、セルク。セルク。 B の、B の2。正解！えぇー！え？さあ、こちらは髪の分け目が違う。分け目？すごい。髪の分け方が違うと。さあ、セル君、早かったね。ごめんな、ちょっと本気なんで。ごめんなさい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 。本気なんで。オーケーオーケー。ちょっと楓ちゃん、これ難しかった。ちょっと難しかったけど、うん、今からなんのね、本番は。続いては、文字の並び替え文。うわぁ。ひらがなを並び替えて、一つの単語を作っていただきます。はい。第一問、こちら。うわぁ。さあ、矢島さん、早かった。洗濯バサミ。正解！かぁ、お見事。ありがとうございます。矢地さん早かった。僕ね、これ得意なんですよ。うわ、すげえ早いわ。でも第2問こちら。矢地さん、はい。え、使い捨て。あ、全然違うわ。ダメ。さあ、きょんさん。3、あれ考えてるな。2、5日手し。1、ダメだ。5日手し、ダメ。さあ、セイル君とカエルちゃんなんて絶対入ってる。はい、はい。さあ、矢島に最後。懐かしいですね、家庭科室。正解。うわぁ、むずい、これやばい。第3問こちら。さあ、カエルちゃん早かった。総理大臣。正解。カエルちゃんやばぁ。カエルちゃん、すぐ分かった。すぐ分かりました、今のは。うん、今の総理大臣は誰でしょう、カエルちゃん。菅さん。あ、さすがです。キョウさん、その前は誰でしたっけ。その前、はい、いましたっけ。いません。キョウさん、1台じゃないので。えぞ。さあ、続いては漢字合体問題です。よし。バラバラのパーツを組み合わせて漢字一文字を作ってください。なるほど。第1問、こちら。さあ、どんな漢字だ。さあ、ヤジさん、早かった。弦。弦、違う。え、弦ではない。はい、はい。さあ、セル君、何の時期。あ、育てるの。そうだ、育てる。正解。うわー、そっか、すごい。うわ、ほんとだ。さあ、育てるという字ですね。育てるの。そうだ。鍋蓋に無で月で育てるでございます。第2問こちら。さあ、細かく分解されている。キョンさん、10月10日？違います。え？10月10日？いや、そうだ。今日10月10日なら簡単。特別な日じゃない。さあ、カエルちゃん行こう。朝。セラー。カエルちゃん。え、どういうこと？うわ、やばい。朝という感じですね。あ、本当だ。10に日、10月で朝という感じです。すごい。これは素晴らしい。これは素晴らしい。これ答えたいな。答えていただきたい。はい、頑張るね。第3問こちらです。よし。さあ、これもなかなか難しいか。頭の中で組み合わせて。さあ、セルク行こう。なんでもないです。なんでもない。いいですよ。ちょっと。さあ、キョンさんも手に書いている。さあ、カエルちゃん行こう。あの、辞任の辞。やめるという字。正解。嘘だ。素晴らしい。本当だ。辞任の字というふうにね、言っていただいてね。うわ、すげえ。さすがです。ここでなんと、やばい。セイル君、キョンチームが5ポイント、そして楓ちゃん、矢島リーさんチームがなんと7ポイントで逆転していきました。逆転。さあ、続いての問題は。よし。絵の間違え探しでございます。左右の絵に違いが5つあります。早押しで1つずつお答えください。1つずつだ。なるほど。はい、問題こちら。1つずつ。さあ、キョンさん、まずプリンがさくらんぼとさくらんぼじゃないのがあります。言い方変ですけど合ってます。よし。さあ、そしてカエルちゃんが挙げてました。口を開いてるか開いてないかっていう。正解、カエルちゃん。そしてこの後、ヤジさん。はい、ソフトクリームの味が違う。正解。よし。さあ、そしてセイル君。バナナの向きが違う。バナナの向きが違う。正解。さあ、そしてうわ、誰だった。カエルちゃん。
ジュースの味が違う。正解。素晴らしい。よしよし。くそ。さあこれはでも、まあ、順当に取り合ったって感じですね。そうです、ね、いやこれはね、まあそうだな、はい、ただ3問取ったのが矢島兄さんチームだったか。ありがとうございます。続いていきますよ。左右の絵に違いが7つあります。早押しで1つずつお答えください。参りましょう。こちら、さあセル君。あー、よいしょ、よいしょ、はい、カクテルの味が違う。あれカクテルですか。はい、カクテルの味が違う。正解。よし、ベルトのやつが違う。正解。さあ京さん。満月の大きさが違う。おー、正解。よし、ヤジさん。はい、あちら の, あのでかいコウモリの羽の配色が違う。素晴らしい、正解。あと何個だ。そう、セイル君。窓の数が違う。あの真ん中の窓の4つが 3つか4つか。素晴らしい、窓の数、正解。さあヤジさん。あ、カジちゃん。あの端の、絵の一番端っこの奥の山の高さは違いますか。素晴らしい、気づかせない。あと何個。あと1個あります。塔よりも左側です。よく見てください。もっとヒント言いますよ。いっちゃいましょうか。人をよく見てください。人見てますよ、さっきから。さあ、かゆちゃん。腕が少し長い。腕というより服の袖が長い。正解。正解。うわ、ほんとだ。ごめんね、セール君、分かったんだけどさ。結果はセール君、キョンチーム10ポイント、カエルちゃん、矢島リーチーム14ポイントということで、勝ったのはカエルちゃん、矢島リーチーム。出ました。いやさあ、ちなみに個人の回答成績なんですけれども、カエルちゃんが8ポイント、素晴らしい。そしてセール君も7ポイント、素晴らしい。で、ヤジさんも、はい、なんだかんだで6正解しました。あらあら、素晴らしい。ピョンさんが3です。3？ やばいね、やばいね。え、待って、ここで聞いてきたから。どこで不正回収してんの、ピョンさん。漢字の間違い探しでございます。大量の同じ漢字が書かれた画像の中に一つだけ違う漢字が混ざっています。正解。あれ、順番に書かれている数字の中に一つ足りない数字があります。正解。いいね、いいね。やばいね。せーの、やばいね。真似さすなよ。僕らの挑戦を見ていいねと思った君はぜひチャンネル登録と